皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、今言っても信じてもらえない昭和の学校の出来事、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。教室に野良犬がよく入ってきました。本当です。皆さんも昭和の学生時代ならではの出来事ここに書いてください。体罰当たり前。激しい運動の時水飲むの禁止。動きが悪くなるから。ありえねえ。和式のトイレ。水道水普通に飲んでた。今も普通に飲みますよ。男子と女子同じ部屋で着替え。休み時間、先生が教室でタバコ吸ってたよ。先生どもが職員室でタバコブンブン吸ってる。まあ野良犬は普通にいたし、学校って閉鎖空間じゃないからね、わら。九州の学校だったけど、教室には扇風機もエアコンもなかった。ついでに家にもエアコンはなかった。教師が生徒を殴り飛ばしてた。今なら大大大問題だね。例えば太っていて、ジェイコとかブー太郎とかあだ名つけられてる生徒がいたら、普通に先生もそのあだ名で呼んだりとかなかった。廊下に立ってなさい。プールの時でも男女混合で着替え。宿題忘れたらビンタ。ブルマに上着インで雑巾がけ。忘れ物をしたらげんこつやビンタをする女教師がいた。でも人気の先生だった。誰でも出入りができる校門。卒業生がバイクで校庭を暴走しに来る。教室に石炭ストーブがあって、昼に給食のパンを乗せてトーストした。漢字200字とか鬼のような宿題。ケツバット。チョークが飛んできた。先生から頭にげんこつされるのは普通。あと、体育会系の先生が竹刀持っていて、忘れ物したり違反したりすると、ケツこっち向けろ。って言われてお尻を竹刀で叩かれた。でも不思議なことに、人気のある先生だった。カエルの解剖って本当にやってたの。夏休みの宿題の山。男子は丸刈り。学校のガラスが割られるなんて別に珍しいことではなかった。今じゃガラス数枚割られたくらいで全国ニュースになるよね。ブルマ履いてるとパンツ見えることがあるから、そういう時は友達がこそっと教えてくれる。悪いことしたらお尻ペンペン。学校に焼却炉があった。竹刀を持ち歩く先生がいた。夏の教室はエアコンがないので、男子はランニングシャツ一枚の子も。女子はひたすら我慢。嫌な先生は卒業式にボコボコにされてた。先輩がタバコ吸って体育館が燃えた。男子と女子同じ部屋で着替えって私の子供の学校ではまだしてるらしいよ。もう小6なのに親としては心配。先生や不良生徒たちが教室でタバコ吸ってる。給食食べ終わるまで放置。クラス数が今の倍あった。チャイムが鳴ったのにみんな席についてなかったから先生が席についてなかった生徒、ほとんど全員、に一人ずつビンタ。今ならありえないと思う。私もされた。卒業リンチ、略して卒リン。卒業する先輩から生意気な後輩が殴る蹴るの暴行を加えられる。ボットン便所。お化けが出る。やんちゃな男子が校庭でふざけて腕を骨折して、しばらくはおとなしかったんだけど、治るにつれて元気を取り戻し、教室であまりにもうるさい時は先生から、うるさい〇〇、
運動場に行ってもう一回骨折ってこい。って言われてた。今なら大問題だよね。校門前で、謎の行商人が堂々と商売。文房具とか大したものじゃなかったけど、子供にはすごく魅力的に見えた。小学校の身体検査、裸で測定してた。しかも、男の先生が測定してたからおっぱい丸見えで、当時6年生で巨乳の子が嫌がってた。今思うと、その子だけでなく、ペチャパイの他の子だって恥ずかしいじゃんって思うけど、当時は文句つけれなかった。今は絶対考えられないよね。気持ち悪いわ。これはもう注射器の使い回しじゃない。一本の注射器で、四五人くらいずつまとめて打っていた。ようやるわって子供心に思ってたけどね。献血なんかでも針を使い回してたんじゃないかな。地域にもよるかな。給食は食パンばっかり。それも焼いてない生のが3枚。なんでご飯を出さないんだろうって不思議だったな。教室に大便があってパニックになってた。中学校は、男子は丸坊主だった。あれは今なら人権問題ではないの。真冬でも T シャツとブルマで体育。連絡網という個人情報完全無視のプリントが配られていた。住所、電話番号、世帯主の職業まで晒されていて、うちは固定電話のそばに貼っていた。小学校学年で平成になったけど、昭和時代の小学生の時はシャーペン絶対禁止にされてた。カンペンも流行り出した時だったけど、年配の先生は嫌がる人もいた。落とした時の音が凄まじいからだって。山口県で小中高過ごしたが、エアコンなかった。中学校の時、給食係が配膳してる間は他の生徒はグラウンドに出されて、冬は強制的に全員走らされた。寒いから体を温めるというもの。嫌で仕方なかったけど大人になればいい思い出かな。学校の周辺を2、3キロくらい走るマラソン大会が行事であった。女子はブルマで走らされる。今じゃありえない。当時はカメラ持った近隣のおじさん、学校関係者や父兄ではない、とか見ても、盗撮。とか、いやらしい、などと誰も思わなかったけど、今考えると女子中学生のブルマ撮ってる変態だったのかな。地方だったから、方言を強制させるようなことをしてた。方言を使うと罰ゲームみたいにして、減点カードを渡したりするの。言葉カード、とか言ってた。とんでもないことなんだけど、ああいうことをやらかすものなんだね。給食を残すことはできなかった。食べ終わるまで休み時間も食べてた。教科書の角で叩かれるのがめちゃくちゃ痛かったです。宿題忘れたとかふざける生徒いたらよく叩かれてました。連絡もあったし、卒業アルバムには生徒全員の住所に電話番号に。冬のソリ遠足。雪山でソリに座り、猛吹雪の中で昼食。ガタガタ震えながら拷問。北海道函館。学校のプールが外にあったんだけど、コンクリートで雨ざらし。糊がついてたりして、汚くて仕方なかった。なんか強い塩素、みたいな消毒の錠剤を投げ入れてたみたいだけど、気持ち悪くて入りたくなかったな。荒れてる中学校だった。校内はタバコの匂いが充満。トイレには扉がない。セーラー服
にロングスカートのお姉さんがわんさか。常に上から物が落ちてくる。校内暴力は日常。卒業式はヤマルザが門の前で待機。いずれは平成もこんな風に語られるんですかね。